の料理が出来上がる前にもずく食っちゃいますわ。セブンのもずくうまいっすよね。よいしょ。うん、うまい。これはいいっすね、夏に。それでは蒸らし時間も終わったのでメスキン開けてみます。緊張の瞬間。まあけどね、あーどうなんでしょうか。これは美味しそう。ちょっとついてみますね。あちょっとやばいかもしれない。これはまずいぞ。これは大丈夫かな。完成しました。見た目はめっちゃうまそうですね。おいしそう。まあちょっとね、タコライスの方はご飯が柔らかくなっちゃってるの知ってるんで早めに食べます。いただきます。今食べてみたんですけどね、おいしいですね。普通にインスタントラーメンの味で、まあインスタント沖縄そば買ったんでね。うん、辛いやつ入れたくなりますね。ただやっぱりソーキが美味しい。ソーキがすごく美味しいね。美味しい。うん、フォークうまっ。じゃあ続いてタコライス食いまーす。これはご飯が、あ、ご飯ちょっと硬くなったかな、けどおかげで、放置したおかげで。あうまい。これね、ちょっとご飯多すぎたんだよな。味変えたいかもしんないけど、うまい。キーマカレーみたい。だいぶいい雰囲気になってまいりましたよ。あっすごいのができたよ。なかなかのデカさだよ。でかいよこれ。インターナットで買ったやつなんでね。はい、じゃあ沖縄ということで、沖縄料理ということでオリオンビールですね。オリオンビールね、私そこまであれなんですよね。そこまであれなんですよ。けどこういう雰囲気の中で飲むのは、あ、目やばいんだもん。水？ああ、やっぱ冷えてるからうまい。まあ、水でやられたから。お、これはあの道志の森で友人が作ってくれた食べ物ですね。うまそうですね。はい。島民情。お腹いっぱいになってきた。まだまだありますよ。世界が、これの生ハムのチーズ巻き、え、合ってる？生ハム巻き？あれ？だいぶ時間も過ぎてきたんですけど、まだね食べるものたくさんあるんですよね。急ピッチで食べてます。あ、分かった。まだ何本目だ？よいしょ、3本目かな。3本目か。え、4本目か。全然だわ、全然酔ってないわ。飲めるわ。うん、そうね、ギスが全然合わなかったよね。めっちゃ頑張った。1日かかったよね、あれ。全部それをきっかけにすることになるよ。分かった。それが
でどういう実績かなんて内情の分析難しいじゃん。コンサルはちゃんとコンサルはなんでだよ。じゃあツッコミになってないの。ああいい雰囲気ですわ。ただ明日のチェックアウトが朝10時というなかなかハードですね。見てないからって感じ。なんとセミの幼虫が、これなんていうの、これこの紐、タープの紐登っております。これ明日朝起きた時にはもしかしたら羽化して、で2匹いるんです。2匹ここにもここにも。いやー初めて見ましたね。あーちょっとぼやけちゃってますね。はい、こっちにもなんと土の中から出てきたばっかりの幼虫が、ねえ、ね、背中から出てくるよ。すごい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 、ね、はいはい、行きます行きます、待ってください。すげえ出てきてる。今まさに出てきてます。出るときね、ビヤーって言うから誰が見えるセミが本人が本人。ちょっとこっちの方から撮りたいけどこれぼやけちゃうんだよね。近すぎ、すごいね。ちょっと失礼します、ごめんなさい。感動ですわ、初めて見たかもしれない。ほら、いやでもなんかもう怒っちゃいそう。怒っちゃいそうだね。落ちそう。この一本じゃん。助けてあげら、助けてあげたいけどね、これは手助けはしないで。爪の先っちょ。これを頑張ったやつだけが一週間できる。もう出てる、カメレオンが出てきた中から。セミのオンパレードでもうあっちとあっち、あのハイランダーの袋、ここにもいるんですよ。クーラーボックスのタイヤ、クーラーボックスのタイヤ、ここのタイヤにもいるんですよ。でそこの木見えるかな、あそこにも、あれどこだ、あそこ見えないか、どこ、あー登ってる登ってる、ほらすごいスピード、こいつ速えな、すごい。さて、あいつも背中出始めた。さ、あっちがね、下のやつがでかいんだ、でかいんだよね。でかい。下のやつ。でかい。元気だね。そして下のこれよ、ロープの。あ、ロープのところ。あ、ほら背中。ロープの方も出始めてる。背中出始めてますね。ちょっとあれですね。ぼやけちゃってるけど。ほら、ごめんなさい。見て。いやー、殻より、まあ、殻より出てくるものの方がでかいっていう。なぜか。ほらもうすでにでかいもん。え、これどうなるの、このまんま落ちるの、ポトンって。落ちないでしょ、そのまま捕まって、でしばらくそのまんまで乾かいたら、あ、乾かいたら乾かいたらパタパタっていくんじゃない。乾いたらですか、うん、乾いたら、乾かいたらだいぶ出てきましたよ、もう。ただなかなか出てこない、早く出てきてくれ。かわいい。あ、クリクリ。ああ、なんか映えるね。映えるね。夜の帳に。もう尾崎豊だ。もうちょい。ああ、パタパタしてる、パタパタしてる。頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ。頑張るんだ。ちょっとセミの幼虫があまりにも多すぎて踏んでるんじゃないか疑惑がねありますね。相当おります。コガネムシなのか、マグニとコガネムシ。これは落ちますよ、これは落ちちゃうよ。ああ頑張れ頑張れ。じゃあ最後は秩父のねお酒ですね、日本酒とたらこでいっぱいやって終わりたいと思います。まだセミがねなかなか抜けないんですよね。ずーっと見てた、みんなそれでね 3,40 分時間費やしましたね。いただきます。10時消灯だぜ。全部体出ました、シリコンみたいな、全部体出た、シリコンみたいなセミが、ほらもうプル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 、いや
や、もう気がついたらこっちでもう飛び立とうとしてるセミがいました。やばいよ、居すぎだよ。我々のセミラッシュ。はい、というわけでもういい時間になってきたので最後にこの日本酒を飲んで寝たいと思います。さっきも言いましたけどチェックアウトが10時なんで早く起きなきゃいけないんで、そろそろ寝たいと思います。ではおやすみなさい。朝7時半ですね。快適でした。エアコンあるから快適でした。これテントでもそこまであれかもしれないですね。暑くなかったのかな。後でちょっと友人たちに聞いてみます。そして雲一つない青空、今は涼しいですけどこの後でまたすぐ暑くなってくると思うので、できるだけ早く片付けしたいところですね。はい、早速ですね、片付け開始します。片付けやばいですやばいですやばいです。でちなみに昨日の、セミですがいなくなっちゃってますね。でもしかしたらその子と思われる本体がこれかもしれないんですよね。ごめんなさいね、逃げない逃げないんですよこの子。やばい、片付けします。はい、ほぼほぼ片付け終わりました。もうね、撮影カメラ回すのも疲れる。やっぱり設営と片付けがこの天気の中だときついですね。ではまだね、チェックアウトが時間あるのでもうちょい頑張ります。はい、終わり。あとはバンガローの中だけ。はい、バンガローの片付け終わり。涼しいから元気です。この中ははい、やっと全部終わりましたね。これで帰ります。はい、帰りです。帰り道でございます。やっと終わりましたね。いやー、チェックアウトがちょっと早めなので、まあバンガローは11時ですけどね。いやー、楽しかったです。今回初めて12近く前後でのグルキャンと、真夏のキャンプ、晴天の中真夏のキャンプ、本当にきつかったですね。タープは必須なのかなとやっぱり思いました。また、まあ、夏のキャンプはちょっとねしんどかったんで、日陰のあるキャンプ場を選ぶかタープを購入してまあやるかちょっとわからないですね。というわけで今回はこれで終了させていただきます。よかったらですね、チャンネル登録高評価など概要欄からしていただけたら嬉しいです。ではまた次の旅で、バイバイ。 Yeah.